桃のコンポートの作り方。材料、桃2個、白ワイン桃の 50%、 水桃の 50%、 レモン汁桃の 4%、 グラニュー糖桃の 20%。 桃の重さを測って調味料の分量を計算します。桃の表面に生えている産毛をきれいに洗い流します。包丁を縦に入れ、種に当てながら一周させ、ねじって半分に割ったら、スプーンを使って種を取り出します。鍋に桃以外の材料を入れ、加熱します。グラニュー糖が溶け始めたら桃を入れます。キッチンペーパーをかぶせ、弱火と中火の間くらいで5分間加熱します。5分後、桃をひっくり返したら、再度キッチンペーパーをかぶせ、10分ぐらい同じように煮込んだら、火を止めます。桃の皮を剥いて、キッチンペーパーを戻し、そのまま冷まします。桃のコンポートの完成です。保存袋に移し、一晩冷蔵庫で冷やすと、薄いピンク色に染まります。